藤田大輔9月26日隊は日本の政治家、元衆議院議員。父は三重県議会議員で議長も務めた藤田正美。祖父、とも自由民主党所属の三重県議会議員を務めていた。三重県立伊勢高等学校、法政大学経営学部卒業。不動産会社経営を経て2009年8月の 第45回衆議院議員総選挙にて35区から民主党公認で出馬。なお、大輔の公認内定に先立ち、2008年7月15日に父の正美は自民党を離党した。大輔は小選挙区では自民党の三谷則雄に敗れたものの、比例復活で当選した。2009年に民主党では、 世襲政治家の問題点から内気で立候補規制を設けた。藤田は祖父と父が地元の県会議員を務めた大物地方政治家だが都道府県議員を親に持つ候補は対象外のため藤田は民主党候補として立候補することができた。中日新聞は藤田を隠れ世襲と指摘している。2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙にて35区から民主党公認で出馬したが、再び三谷に敗れ、比例復活もならず、議席を失った。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙も落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙に34区から希望の党公認で出馬するも落選。ありがとうございます。